こんにちは、ダブリンニュースクールエミーです。今回ご紹介したいレコードはこちら、マイケル・オシェイというアイリッシュアーティストの作品です。このレコードは去年リシューとして発売されたもので、オリジナル版は1982年にリリースされました。80年代初頭のアンビエントミュージック、またアバンギャルドシーンに多大なる影響を及ぼしたとも言われている今作なんですが、マイケル・オシェイ自体も生涯でこの1枚しか音楽活動をしていないんですね。このレコードなかなかに幻の作品とも言える一品です。どういった作品なのかっていうのを言葉で表現するのが非常に難しいアルバムになっていて、そもそもこのレコードね、タイトルがない、アンタイトルとなんですよ。題名がね、存在しなくって、本当にそれがしみじみわかるというか、もう唯一無二な音ばっかりなんですよ。全5曲入っていて、まあ、1曲がね結構長いのですごいこう大作なんですけれども、マイケル・オシェイがこの手に持っている楽器、これね彼自身が独自で作ったもので、まあ、17弦あるギターなんですけれども、言われているのがインドのシタールに音は近いんじゃないかとか、あとはまあ彼自身のバックグラウンドであるね、ゲーリックのカルチャーだったりっていうのも楽曲にすごく落とし込んでいます。でマイケル・オシェイ自体が中東にね旅に行かれていたそうで、まあ、そういったところからこうエッセンスも受け継いでいて、まあ、ヨーロッパの音プラスこう中東の音をね綺麗にこう融合していて、本当にこう国境なき表現というか、なんていうんだろう、ジャンルだなって思いました。アンビエントの中にこう環境音楽であったりとか、ヒーリングミュージックってい こうテイストがあるならば、完全にマイケル・オシェイの伝えたいアンビエントっていうのもエキゾチックであったりとか、オーガニックな要素なんかをこう含んでいるなと感じます。サイケとか、あとノイズ系好きな方なんかもね、すごくこうおすすめなんじゃないかなって思うし、異端音楽家とか、あとまあ特殊アーティストなんて名高いマイケル・オシェイなんでね、アンビエント好きな方には必聴な一枚です。私はこのリシューを発売されてからこのマイケル・オシェイさんという方を知ったんですけれども、レコード買ってすごくびっくりしたのでブログに書いたんですよ。ちょっとダブリンでこんな素敵なアーティストさんを見つけたぞと。そしたらば、まあ、読んでくださっていた友達から連絡が来て、実は僕もマイケル・オシェイ大好きなんだよねと、リシュー出たの知らなかったからすごい嬉しいとメールをもらいました。でなかなか日本でもオリジナル版買うのって難しいし、あったとしてもすごい高いんだよって教えてくれて、その後にオールシティレコードに行った時にボスのオランさんがいたので、この話をしたんですよ。私の日本人の友達がマイケル・オシェイ好きでリシュー喜んでましたと。そしたらマジめちゃくちゃびっくりされていて、オランさん自体がもうマイケル・オシェイの大ファンで長年この企画を温めてたそうなんですよ。この作品オールシティがリシューを作っているんですけども、いつか絶対出したいと。でやっとね去年念願かなって発売に至ったわけなんですけども、日本でもねファンがいるよっていうことを知ってすごい喜んでおられましたね。このマイケル・オシェイのレコード発売にあたって、まあ、プチブームじゃないですけど、まあ、クラブでもかかっていたりとか、あとラジオとかでもよく流れていました。このねリシューに合わせてでグッズも発売されて、このジャケットの T シャツが出ています。これね、まあ、オールシティが発売しているんですけども、その あのリシュー担当のレーベルになるとオールシーバルっていう名前になるんですね。でここにレーベルのロゴがあって、まあ、コラボしている T シャツなんですけども、もうねオールシティファンというか、もうレーベルファンしかにもマイケル・オシェイファンにはこのたまらない一枚なんじゃないかなと思います。即買いだったんですけど、あまりに気に入りすぎてまだ一回も袖を通してないんですよ。なのでね、この夏は、まあ、いろんなねコロナの騒動が落ち着いて街に出れるようになったら、これ着てねダブリンの格好つけて歩きたいと思います。で、あれマイケル・オシェイの T シャツやんって言われるのを待ってますそうね、まだ未だにこうもちろん全世界なんですけども、まだねコロナの影響で、まあ、オールシティも今クローズかかったままなんですけども、通販ではレコードを今も買えますので、ぜひぜひチェックしてみてください。マイケル・オシェイしかり、他のアイリッシュアーティストさん、特にアンビエントとか、まあ、アバンギャルド好きな方なんかにもぜひぜひおすすめのレコードショップです。私の概要欄にリンク貼っておりますので見てみてください。またですね、私事なんですけれども、所属しているダブリンデジタルラジオというところで4週間に1回担当しているんですね。が来週の4月20日月曜日に、私1時間
回させてもらいます。時間が夜6時から7時の1時間なんですね。日本時間で言うと、夜中の次の日になって21日の深夜2時から3時というね、ちょっと深い時間なんですけれども、もしお時間ありましたら、あのホームページ飛んでいただけるとそのままトップ画面から聞けるようになってますので、ぜひぜひコネクトしてみてください。あのもしね聞けなかったよって方も、あの後日アーカイブを拾ってですね、あのミックスクラウドに貼り付ける予定ですので、あのぜひぜひいつかお時間あったら聞いてもらえたら嬉しいです。てな感じでね、今日はマイケル・オシェをご紹介しました。まあ、自宅待機でこうマンネリ化している方なんかにもね、このレコードを聞いてちょっとガラッといつもの日常に変化を与えてほしいなと思うのと、この音楽聴いただけちょっとなんかこう中東に行ったような雰囲気もね、耳から楽しめると思うので、ぜひぜひ聴いてみてください。ではでは、また次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。